はい、今のいい感じ。さっきみたいにこうやって普通に乗せるだけだったらそんなに効果ないんで、こう引きながらぐーっとぐっこう引いてる状態で体重乗せていくと力ってこう内側に入ってくるからいい感じ。今のもう一回いい、いい感じ。で、その辺硬いでしょ、少しだけ。そうですね。これが、それが腰痛の疲れなんですよって説明しながら押さえてやってあげてます、うん、で、そこはもうね、横向いてもらって押さえた方がいいから、もう最近飛ばしてる俺。あ、了解。で、この辺だけでいいってこと、うん、肘でやるのは。もうこの辺だけでいい、肘でやるの。うん、あ、でもここだわ、ここはなんていうの、横でやっていいですね。うん、そう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 、うん、あー、そうそうそう、ほら、斜め、忘れてんぞおー、そう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 、その辺を怒ってる人が多いから、もう一個下行ってあげてもいい。そこの内側、もうちょっと。それが結構重要。そこやってほしい人めっちゃいる。あー。で、ただそこは女性になるとセクハラされるように思われるから、あー、そうですね。抑えないんじゃなくて、思いっきり押さえてあげてほしいの。わかる？中途半端かいところ、ね、中途半端かいところ。そこを中途半端に触るとケツ穴触られたとか言われるけど、思いっきり痛くされてたら、いやーもう全然、あー、そこ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 しか言わへんから。わかる？ですね。うん、それをなんかふわふわとかなんか触ったら、え、この人なんか変なことしてんじゃないのってなるんだけど、イコマのやつみたいに。そう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 。思いっきりせて、ああ、そうそうそう、そんなやってたら、この人施術してるわって思われるから。そう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 。ね、ここ指でやるんですね。指で、うん、そこの指でやってから、もうそのままでいいよ。そう、その状態でいい。そこを思いっきりね。そう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 。そう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 、まだ入れてくれてもいいよ。足らない足らない。そう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 、ああ、いいね。それが60分できるようになったら全然いけるよ、字で。今日教えたその角度、斜め45度が身につけば、はい、体に染みつけば、いけるいける。それずっと乗ってんの、大変だから、もう少し押さえて離してぐらい。ああ、もうちょっと短くていい。短くでもいいよ、それぐらいで。も戻って、そうそうそう、もうちょっと早くてもいいぐらい。ああ、ほんま、うん、その代わり全力かけることね。ああ、そう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 、その方が指の負担も少ないでしょ。ですね。俺のいつも押さえてるペースぐらいでもいいよ。結構速いですもんね。うん。あれでも緩んでいく。ああ、そうそうそう、そこそこ。そうそうそう、その辺な。その辺をおっかなびっくり押さえると、ダメになっちゃう。そう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 、今のの手はいらないぞ。あれはセクハラになるから。
気持ちは分かったけど。そう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 。斜め45度感が当たらないね。ああそうそうそう。おお。ここ密着地とそんなやらしくないです。ちょっとあんまよくない。あとのつい当たってる気がするけどね。でもそれを不快に思う人はいない。まあでも離れてるに越したことはない。そうですよね。だから俺は自分でやってる時にその当ててないようにするのが気をつけてよ。うん、変なこと言われても嫌だからね。ああそれ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 、ね、左肩いね。ストレスないはずなんだけどな俺。ちょっとポイントはやっぱ見ながら言うけど、まあまあ抑えれてるのは抑えれてる、うん、もうちょい内上そこそれ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 そこそこそいつが結構硬い人が多い。そうですね、うん、骨ですね。骨の内側の大天使と、はい、なんていうの、大天使の付け根ぐらいで、足の疲れとか、その座ってる時の疲れとかが全部溜まってくるところがそこなのね。それやってくれる店が少ないらしいわ。ですね、うん、今度やらないですもんね。あ、そうなの。受けに行かないからさ、他のマッサージ。もう大体この辺だけです。あ、あそっかそっか。今度は今日はやらないですね。あ、多分うちに来るお客さんほとんどそこなのよっていう人しか来ない。ですよね。うん、ああそれ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 。ああそれ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 。ああそれ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 。うん、いい場所入ってんね。思いっきり押せばちゃんと当たってるよ。あ、うん、じゃあそんなもんで横側向こうか。じゃあ、はい、よいしょよいしょよいしょ。どっちから、こっち側からするか、はい、でこっち側からするとき、こっちからね、前からやったら、後ろからもやるんですよね。前からやって、もう見たでしょ、あの動画、はい、やって、ほんで後ろから、後ろからもう押さえてあげるね、はい、うん、はい、あー、それ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 、俺はもうそれぐらいでいいわ、はい。そこ、それね、そこはしっかり、おー、いいね。でも、動画見たら分かったでしょ、1時間のやつ。まあ、分かりましたけど。だいたいどんな順番は。順番は分かった。
あの順番通りに何あれがベースってことですね。 あれ以外やってない俺で、人によってその硬いところを、はい、そのふくらはぎが硬い人はふくらはぎをもうちょっとやってあげたりとか、あの布団も硬いとか、あのだいたいあれ下で30分上で30分ぐらいするイメージだね。あいや違うわ、ふくらはぎ足太ももで20分から30分、はい、で上半身で30分とかで、だいたい1時間で終わりぐらいにしてんのペース配分的にね。でも80分はちょっと仰向けしてって感じですよね。80分だったら背中が、下半身だからその人の凝りによって変わるけどね。ああはい、だから上半身してもう何仰向けになるのは本当に時間があるのは80分でもあんまりしないかも。あ、そうなんですか。うん、できない。ああ、だから足を30分して残り50分じゃん。で50分を25分で20分20分とかで振り分けても最後終わらないもんね。ああ、じゃあほとんどもう仰向けしないですね。しないで、してる人はあの柔らかい人あぐらいのつもりでしとかないと、あの何その凝りを取りに来てるんだから、うちの店に気持ちよくなるんだって他行くからだったら60分の時間の間にいかに凝りを取るかみたいな、これが当店の理念ね。その凝り取るために俺らが指たいのはもう仕方がないのそうそうそうそこそこそこ、でもいい感じだから、あとこっち側後ろから、うん、後ろからやって、あとそれもいいし、あとここを指で入れてあげて。あ、はい、そこの方がより効くんだよね。あ、いいね。それも斜め45度のイメージだよ。指ここを肘じって、ほんであと全部指でやってあげたいですね。そうそう、もう そこだけでいい。そこがみんな硬いから。あ、ここだけでいいです。うん、ちょっとずれたけどうん、その辺とかこの辺とかね。あ、はい、うん、その辺とかね。そう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 、でその辺の硬いとこをやってほしくてくるから、みんなそうそう、痛いけどそこみたいな、その方がより硬いでしょね、硬いところもする、うん、ああ、それそれ、でもその中で一番やっぱり硬いのはここもう斜め45度の方向で今こっち側に行ってるから、そういうこと、バッチグー、そういうことOK そういうこと、もう指痛いのはもう当たり前角度っすね。角度だな。そうです。いいポイント押さえれてるから、角度さえ合えば、おお、効いてる効いてるになってる。まあ、その角度調整だけ、ああ、そう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 。だから角度、細かいことだけど、すっごい重要なのね。そうっすね。うん。角度に体重と、じゃ上半身の筋力と体重が乗ればまあまあ強く抑えれるからね、うん、いい感じ、あ、いい感じ、おお、まさといい感じに育っていきますおお、いい感じ、じゃあ反対側いいか、うん、じゃじゃん、よいしょ。いや、これ実はね、角度も重要でね、本当はこの角度ぐらいがちょうどいい
あーそうですね。気持ちいいですめっちゃ気持ちいいですこれ大丈夫ですかね、この手ああ、いいよ、全然いいです、うん、これよくこうやって、おじさんの手とこうやって握手してるあ、こうやってきたりするから、みんなこうやってる、あ、はい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 みたいな、うん、もう少し言うんだったら、もうここだな、それそこがいいそこそれで、今この支えが必要ってことは、どういうことかって言ったら力がこう入っちゃってるのよじゃなくて横にしてるんだから真下に入れなきゃいけないのねそういうことじゃあこの手がいらなくなるのね、やってごらん。でそうなっても今ね、なんか力が入ってないの、なんでだろうなんでだろう、多分ねこう来てるからで、ちょっとなんで寝てわかんないやってる、こうでしょこのままで、さっき言ってね、こう入れてたのね。ああ、はい。で、それをこんな感じで入れてたのね。はい。じゃなくて、下に置いて、下に置いて、乗せていくだけ。わかる？わかります。伝わったか、今。そういうことするとさっきの 1.5 倍効くようになってるの。力じゃないんだよ角度ってことですね。角度そうじゃあそれを指でやってごらん、同じこと、そういうことだ。そう全然力入れないでしょ、そんなの。そうですね、うん、だから力でするというよりかは角度をしっかり分かってくればポイントとね、でそこを押さえてほしい人、みんなで、それで押さえててもわーっとやっぱりこの辺まで来るとか言いながら、もっとって言ってくるから、笑いながらおー、聞いてる、俺はそれぐらいでよ、はい、そんな感じかな。 あと後ろ、はい、だから後ろも、それもしなくて、指で、そうそう、指、うん、っていうことはさっき言われた斜め45度でそういうことだよね。角度がちゃんと当たればより効果的に効いてる。そういうこと。下に骨がある、骨の上に筋肉を押さえつけていくイメージで、それも横だったら逃げちゃうから、ああ真下でも逃げちゃうから45度だよね。お尻はやっぱちょっと難しいからね。でも、そう。ああ、そう。正解。いい感じ。おー、いい感じ。そう。ちょっと角度もあった。ずれたけどな。ああ、そう。いい感じだよ、はい、本当に。
る受けてる。そんな汗かくか。もう汗だくさ。今でだいたい1時間ぐらいかな。あ、今まで1時間ぐらいですか。うん、じゃない。45分。あ、今ので。45分1時間、うん、未満ぐらいか。だからそれで指は持ってるから、もうちょっと背中だけ触ってみる。そうですね。うん。せっかくな、1時までちょっと触ってみよう。ここもやるんですよね。そこもする。それはまたおいおい言うわ。はい。あ、そう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 、いい感じいい感じ。あー、いい感じいい感じ。前回言ったやつちゃんと覚えてきてんね。えらい。硬い、やっぱり。硬いです。マジで、ね、全然硬いです。マジで硬いか。そんなもう体で入れられないですよ。入れるよ。前の女の人も肩で無理やで。マジで。ブルブルなってたでしょ。あの人全然平気だよ。もう力入らなかったです、指に。マジで。あ、最後の方ね。そうです。うん。まあでもな、あの、まあ、な、うちに来る人は硬いしかいないからね。ですね。うん。まあでもその分もらえるから、お金が。リラックで考えたら倍ぐらいになるからね。ですね。リラックで2000円ぐらいですもんね。そうそう、倍。だから俺はもうお金よりも時間が欲しいから。たっぷり稼いでくれたもんね。気抜かなくなるだろ。なんでこんな安月給でこんな強いことしなあかんねん。これならやりますみたいな。これもうちょっとテンポ早くてもいいですか。うん、もうちょっとテンポ早くてもいいよ。その代わりもっと入れてね。うん、で、ポッと離す。そうそうそう。そこまで入れても抜いてもいいぐらい。1、2、3ぐらい。1、2、3ぐらい。そうそう。1、2、3ぐらい。その代わり全力で入れる。その一瞬でなかなか力が発揮できない。いやー、まあ、それは慣れないよ。そうだね。4、5ぐらいで力が入る。そうそう。そのテンポを短くすると、あの、できる場所が増えるからね、触れる場所が。ああ、そうですね。多分それで俺速くなったんだと思うわ。だから、ここに来る人たちって、あの、硬いくせにして、細かい要求が多い人しか来ないから触る場所が増えていくのよ。だからゆったりして気持ちよくさせるというよりかは、痛くても早く違うポイントもあそこも押さえて、ここも押さえてみたいな。時間内で押さえてみたいな。が繋がってるんだろうな。ああ、そうそうそう。まあでも、できそうだよ。うん。まあ、片手押しだな、あとは。片手押し。1年ぐらいかかっちゃいます。1年でものになれば、まあまあすごいよ。うん。てか、あの、やろうと思ってやりだしたらできるって。できる、できる。勝手に思い込みでできないと思ってるだけだ。
初めてこの前自分でやってるやつ見ました。ああそう、はい、面白かったでしょ。全然ダメでしたね。見比べるだろ。で今回もこれ撮ってるから見比べてみた方がいいと思う。で、あ、何がどう違うのかなっていうのが動画を見ることで分かるから恥ずかしいでしょ。体重移動が長いもの全然違うです。ああそう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 、体の使い方が、そうそうそう、だから前回膝膝膝って言ってたでしょ。でもそうやってね、客観的に自分の動きを見せられたりとか見るようになってくると、使い方に意識なるするようになるからね。一生懸命や。これ背中はもう一線だけでいいんです。一線だけでいい、うん、一線さえ緩んだら背中緩むっていうより、足と太ももと、お尻、はい、をしっかり緩めてあげたら背中の二線とかだいたい緩むのね。あで残ってくるのが芯の部分の一線になってくる。はい。でその芯だけを緩めていけばどん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 と緩むっていうか。そう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 。いや昔は俺も二線三線を押さえてたんだよ。そうですよね。うん。でもそのそれよりその一線にこだわった方がよりね緩みやすい。どうしても今の時期、6月の今の時期は右の胃の裏のあたりらへん、はい、この辺ね、はい、この辺がちょっと硬くなる人がいるから、はい、その人たちがいた場合は2線を横から押さえるようにしてる最近。あ、こんな感じですか。受けた方が分かるわ。こっち向きで横向いて。あ、横向きで、うん、もう靴履いたままでいいよ、でこの状態でここの2線のところはこう押さえる。こうこうこうここね。ここ1線これね、2線のここの筋肉をこう押さえる。これよく効いてるんだろ。にした方がより効率的。反対も押さえとかバランス取れたら、はい、これ出ないですね。特にここね、これが例えばこういくとさ、ほら全く筋肉が出ない。同じ力これで、これが真下に行くと効くけどなんか違うだろ。で斜め45度これわかる。あーそれでっかーみたいな。でこれがこうでも効かない。うん、効かないね。効いてるけど、でそれがこうだとってな感じ。はい。そのもみ方難しそうですね。かなりな。かなり難しいよ。横向きの背中難しいですもんね。横向きの背中、背中そうだな、そうそう。まあまあスキルいるよ。力じゃなくて。次、肩首してみます。あと5、6分っす。5、6分、肩首、肩首、いや。肩首、いや。肩首、どうしようかな、受けとくか。受けとくわ、ちょっと。そうです。全然違うよ。2倍ぐらい効いてる。そうそう。そういう押し方して。そうそう。ってことは、ここになったら、その反対側、はい、この辺を目指して。あ、そういうこと。そうそうそう。そうそうそう。全然違う。
もう普通の人だったらこれ悲鳴上がる。あ、ほんますか。うん、だから力の方向さえをしっかりいけば、今なんかだったらさ、もう一回押してみて。あー、そうそうそう、まあまあそれでいいや。もう少し絶妙な角度が欲しい気もするけど。あー、今のところ、うん、そうそう、あー、いいよいいよいいよ、聞いてる聞いてる。だったらその筋と、あとはね、首はね、ここも、こうっすね、横からっすね、横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 、それをそのまま向こうに押さえるからね、うん、そう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 、あ、うん、そうそう、あとはそこを集中的にね、うん、俺は凝ってないから、そんなないだろうけど、ある？多少ぐらいですね、多少ある。でも背中に比べて全然柔らかいですね。だろう、今のところをやって、肩やって、あとここまでやってほしいのね。あ、肩、はい、うん、そう、もうちょっと外までね、うん、そこまでね、あー、いい、少し角度が甘いけど、それはもうね、受けてるだけじゃ説明ができないよね。ですよね。受けながら説明はこれが精一杯だわ。うんうん、まあまあまあ、いい角度にはなってる。やっぱこの辺やってたから。うん、そうですね。うんうん、じゃあ反対の方に行こうか。はい、後ろだよ。ちょっとずれてる。うんうんうん、ああ、ああ、そうそうそう、ああ、それ来たら大丈夫だよ、うん、ああ、まあ3人、3人、5人ぐらいやったらもうやりだすか。いや、だってあれだよ、その角度さえ毎回気を抜かずにできるようになればいいさ。まあ任せるけどな。とりあえず今月はな、練習な。そうですね。8月半ば？いや、8月も頭ぐらいからでいい。頭ぐらいでいい？はい。オッケー。それまでちゃんと練習してよ。そうですね。うん。8、9、10、10月からもう通常料金でいくからね。何と一緒の料金で。そう、当たり前だよ、そんなの。ダラダラ言っても仕方がないって、分かりやすいじゃん、3ヶ月限定割引料金で。そうっすね、うん、3ヶ月間の中で来てくれた人はずっとその料金で行ってもいいしさ。ああ、もう3ヶ月こう言ってもその料金のこと、その料金で来てくれてもいいしさ。ああ、なるほど。あ、いつも来てくれてありがとうございますって常連になってもらえたらね。あ、そうですね、リピーターになってくれたら、うん、そうそう、その料金で、そうそう、しといたら喜んで来てくれるじゃん。損して取れない。初めから応援してくれるお客さんが一番重要だからね。
まあ、角度的な問題とか場所の、問題はあるけどいい感じ。オッケー、そこぐらいでいいや。はい。はーい。うん。いい感じで押せれてる。肩は。首肩は。揉まれ慣れてないから。ですよね。久しぶりこんなにマッサージされた。あー、しんどい。軽くだよね、今の、はい、あれでもうちょっとって言ってもいけるよね。あー、いけます、うん、はい、大丈夫だわかな。また動画アップされるから見ておきます。見とこう、はい。さあ、さあ、モンテス生態三つのぶです。今ね、マサトと一緒に練習した光景を流しました。これ流しますから、まあ、これをね見てね参考にしてもらってもいいんじゃないかなと思います。結構やっぱり今喋ってたのあれだよね、角度の問題。そうですね、うん、角度とあと何、体重移動の問題。そうです。あと何だったっけ、あとピンポイントの、あの、そのふくらはぎとふくらはぎの硬さの問題とか、はい、うん、あと何だったっけ、太もものあのポイントのやっぱ角度だよね、はい、全部角度になってたな。角度です。一番角度ですね。うん、あとは背中全然大丈夫だったし、首も角度だったよね。はい。うん、一番も角度とポイントですね。角度とポイントね。はい。じゃあまあそんな感じでいけそうだね。はい。じゃあそんな感じでこれからやっていきますので、モンズ世帯水尾と正人でした。あ、どうぞよろしくお願いします。お願いします。